この建物なんですけど、博多総合車両所、岡山支所ということなんですけど、まあ、新幹線の車両基地ですね。ちょっと今日はこちらに行こうかなと思います。はい、大丈夫です。ありがとうございます。入れていただいたらこれを右に回してください。はい、はい、します。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、まだ奥様はもう一緒かで、もしよければお会計します。すみません、お願いします。はい、マスキングテープが当たり、お願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。止まっていけば、これで1ミリカット。1時間に80以上で列車が止まる。これはですね、だいたいエリアごとにこう設置する感じになりまして、もうあれですか、もう駅とかじゃなくて、もう普通に線路の横とかがそんな感じ。そうですね、だいたい線路の横とか、例えばトンネル入り口の上の。ああ、なるほど。設置されてます。じゃあある程度一定の、まあ、雨降ったら、まあ、運休とかまあなったりする。そうですね、この1回シーソーのロボットにこのスイッチが1回降りるんですけど、これで1ミリカウントです。で、1時間に80ミリカウントすると列車が止まる。あ、あの普段運転士が着られてる信号機が流して、まあ、横向きだと停止を保持して、それでこれを右に回していただいてもよろしいですか。あ、これですか。はい、あ、雨の色とか信号になります。あ、なるほど。この車両基地に、まあ、置いてあってっていうことですよね。ついた新幹線の駅の方に。赤外線カメラで、まあ、テレビとかでも出るサーモグラフィーなんですけど、まあ、コンクリートの表面とかに空洞があると、まあ、そこがこうもしかしたら落ちてきたりだとか、もしかしたら他こうもう悪い影響があって、橋桁の健全度に悪い影響を及ぼす可能性があるので、まあ、そういうのが目に見えないんですけど、まあ、これで見ると他のところよりも温度が高く出たりするので、そうなんですね、そういうコンクリートの、まあ、検査に使ったりとか。在来線と全然違うんですね。なんかそうですね、これもう新幹線の信号に連動していて、じゃあ一気に止まるみたいな。ブレーキがかかるんですね。どうぞ。あ、はい、このボタンを押すと新幹線に停止信号を流し、新幹線を自動で止めることができます。誰かがホームから落ちて、お客様にご案内いたします。お客様にご案内いたします。
チケットがありますので、8号車こちらです。あ、はい、すみません。もしよければ、車内今誰もいませんので。あ、はい、すみません。仕切りでございます。あ、それはちょっとね。あ、再現みたいな。はい、再現していただきたい。はい、そこで結構で、ね、ギュッと。はい。あ、なるほど。それでチケットを確認させてもらって。なるほど。はい、はい、もう一枚行こう。マイクテスト、マイクテスト。今日も山陽新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。のぞみ1号博多行きです。自由席は1号車、2号車、3号車です。終点博多までご案内いたします。次は岡山に停まります。9時9分に到着いたします。お出口は左側です。ご乗車ありがとうございます。桜号博多行きです。自由席は1号車、2号車、3号車です。終点博多までご案内いたします。はい、じゃあね、あ、もう一枚行こう。はい、はい、結構です。じゃあね、車内放送体験付き、運転で勤務整理券付き、あ、ありがとうございます。あ、はい、ちょっと失礼します。あ、じゃあここを動かしたので、はい、見ときますので。あ、はい、あ、どっちですかね。どうぞ、こちらです。あ、こっち、はい、はい、どうぞ。狭いですが、あ、はい、これが S 編成の運転台となります。座れますので、どうぞお座りください。思ったより狭いですね。そうなんです。昔はやっぱ大きかったんですかね、こだまっていうか、まあ、ね、そうなんです。ゼロ系の時は本当に横に全然座れるぐらい広かったんですけど、やっぱりそこから300ぐらい、100系も座れてましたかね。とか親方になってる人はもう見習いさんのこの距離ですから、ね、あ、そうなんですか。ここをバターンと倒して先生がここに座るんですね。あ、で見習いさんはこっちに運転あのするんで、まあ、あれこの距離でもう基本的には2人いるみたいな感じなんですか。なんかそんな腕、あの、あ、通常は1人ですよ。あ、1人です。はい、あ、その見習いの方がいる場合は、そうそう、見習いさんがおるときとかはこっちに座って、先生がこっちです。ああ、なるほど。で見習いさんです。なるほど。ここで本で教えたりとかするんです。ああ、なるほど。まあ基本的にゼロ系とも一緒なんですけど、こっちがブレーキ弁ハンドルであって、左手が、左側かがブレーキ、マスコンハンドル、ブレーキ弁ハンドル、ブレーキハンドルですね。はい、で各スイッチ類がありますけども、あのちなみにこの編成は最高速度何キロで走るとしますか。340ぐらいですか。あ、皆さん300超えてくるんですね。まあ300なんです。あ、300なんです。300なんですよ。で、山陽新幹線区間も最高速度が300キロまでなので、まあ、一応マックスで走れる状況です、ね。もうその300っていうのはやっぱなんか、はい、もう例えば、はい、そういう東海とかになるとまた上がってくるんですか。いや、東海は逆に285が最高です。だから山陽新幹線が一番300キロで速い。あ、でも もうそんなに飛ばせるわけじゃないんです。そうですよね。まあまあ、あのレールの幅もそうでしょうし、車両自体の作りもそうなんでしょう。もっと速くしよう、またもうね、ガラッとこう空気抵抗とかあの考えて作らなあかんでしょうけど。一周、あの一つしか色を選べないんですけど、はい、プレゼントでメモ帳になってますんで、何色がいいですか。あ、でこちらの色に。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。オーバルトブルー、 JR 西日本はブルーがいいですか。ありがとうございます。すいません、お世話になりました。楽しんでください。はい、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。お世話になりました。我々も連絡を受けてから、
鉄道まで車で移動しなければなりませんので、今日も時間がかかっています。車に乗れました。Thank you.
照する機械なんですけれども、自分で動かせるんですけど、動かすところをちょっと1秒くらい押してもらって、大丈夫です。そしたら動き出したんですけど、車輪と車輪の間が、間に時空があって、その時空の中が空洞になってるんですけど、空洞の中にこの機械を使って、この単色紙っていうのを一番奥まで一旦ここを見てもらったら分かるんですけど、今単色紙が一番奥まで行った状態 で今戻ってきてます。この戻ってきている時にこの超音波を出して、この軸の中に傷があるかないかっていうのを測るっていう。じゃあこの二輪の、まあ、車輪の中にあるこの、そうですね、棒のようにその中の中に傷がないかっていうのを測るように。この辺りをください。